父上、どういうことだ。この道は凶暴な魔物が少ないと言ってたはずだ。思い出しましたよ、ミング。あなたを見かけたのは戦地でのことだ。ウェズエットの白魔導士、違うとは言わせんぞ。もう違います。もう今ではウェズエットに追われる身。そんな君がなぜ僕たちの案内なんかするんだ。グラセラ様に命じられました。グラセラが、一体ウェズエットで何が起こってるんだ。もう引き返すことはできません。引き返せばムラガの本体と出くわすことになるでしょうから。貴様。そうです、私たちはこのまま進むしかないのです。ご報告いたします。サーダリー様のご一行が。案内してくれ。こちらからご覧になれます。なるほど、確かにサーダリーだな。兄様、私にも見せて見せて。その必要はない。何よ兄様の意地悪。さて、どうしたものか。サーダリーって味方よね。今のところはホルンとフェネスの結ぶきっかけを作った張本人だからな。今のところはって、ムラガが我らを裏切ろうとしている、それは知っているな。それさえもサーダリーの描いた絵図だったとしたら、つまりリオニスやウェズエットだけじゃなくホルンも配下にして、それでランダルを迎え撃つことを画策していたのかもしれん。とはいえ
それはまだ推測の域を出ておらぬからな。じゃあどうするの？道は二つある。一つは先を急ぐ。我らの任務はムラガが古代の遺物を手に入れるのを阻止することだからな。もう一つはサーダリーの監視。ムラガがサーダリーの駒であるのは間違いのない事実。つまりサーダリーを見張ればムラガの動きが読める？ああ、その通りだ。サリアよ、お前ならどちらを選ぶ？私は後者ね。理由は？敵の指揮系統を潰すのが一番手っ取り早いしね。何かあったらの話だけど。そうだな、私も同じことを考えていた。マジで？私と兄様ってやっぱり相性バッチリじゃない？それは関係ない。申し上げます、近辺の魔物が我らの存在に気づいたようです。ではサーダリーに気づかれぬよう魔物を殲滅する。その後は？距離を置いてサーダリーの動きを監視する。いざとなったらやっちゃっていいんだよね？いざとなったらな。早くいざが来るといいな。なるほど、リオニスから奪ったその石棺に古代の遺物。ええ、この三つの石棺に。三つですか？ええ、三つ間違いないですぜ。ムラガの野郎はこいつを自分のものにしようと企んでやがったんですよ。ひでえやつですよねえ。お前たちには感謝していますよ。ムラガを監視させておいて本当によかった。
やったぜ兄弟、やったぜ兄弟。ところでヘレナはどうなりましたか。え、ヘレナ。お前たちの顔色を見て分かりましたよ。殺めてしまったのですね。シュテルを自在に操るためにはヘレナの存在は不可欠。それが分からないあなたたちではないと思っていましたが。違います、サーダリー様、俺たちじゃありません。ヘレナや王たちはリオニスの内紛に巻き込まれて命を落としたんですよ。ほう。ということにすればシュテルは考えるに違いありません。こんな事態を引き起こしたエルデを絶対に許せないと。なるほど、よく考えましたね。エルデへのより強い憎悪はさらに強い力をシュテルに与えるでしょう。では早速参りましょうか。我が愛しき息子シュテルに会うために。くっ、シュテルが我が息子だって。気に入ったやつがいるとすぐに自分の息子に従うからな。な、俺たちこそがサーダリー様のこの絵師だ。そうさ、あんな若造に務まるはずがねえ。な、どうする兄弟。どうしようか兄弟。シュテルの野郎をやっちまうか。シュテルの野郎をやっちまおうぜ。兄様、面白いことになってません？ああ、面白いな。奴らも一枚岩ではないということか。どうしましょう、やっちゃいます？お前はすぐにそれだな。だって、邪魔者は消すに限りますもん。ああ、私たち以外の全員が世界から消えちゃえばいいのに。また魔物どもが迫ってきているようだ。今はそれで我慢しろ。はーい。
ー